共用区間とは、道路型路線と重複して共用されている区間のこと。道路法関連の公式文書では、重複区間の用語も用いられる。重複区間の道路標識の例道路法で扱われる、一般国道や都道府県道は、法律的には道路そのものを指すのではなく、単なる道路の路線を指しているため、一本の道路の位置、部分が、他の国道や、 都道府県道の経路も兼ねている場合、複数の路線番号があっても問題ないものとして扱われる。例えば、道路の総延長は、徴用区間、未共用区間を含んだ延長を指し、実延長という場合は、徴用区間、未共用区間を含まない延長を言う。一般に、道路標識や地図などの案内では、一本の道路に国道の路線同士が重複するときは、 番号が小さい方の番号、あるいは国道と県道の路線が重複するときは、国道の方が優先的に表示され、国道の大きい路線番号や県道の方は省略される。場所によっては、両方の標識が串団子のように表示される。一部では三段おにぎりとなった標識もある。日本の国土に張り巡らされている一般国道もは、 山岳地域や市街地など、その地域の地勢によっては、複数の一般国道の路線同士が同じ経路を通らざるを得ない場合があり、そのような場所を路線別に複数の並行するルートを作る必要はなく、また経済的にも合理的ではないため、同じ道路を複数の国道で共有している。一般国道459路線ごとの延長を合計した。 総延長は 77,257km あり、延長の合計 67,427km を差し引いた 9,830km が徴用区間の延長、すなわち徴用延長である。国道では、わずかな区間を他の国道路線と経路を共有していることがほとんどで、あるが、中には延長の半分以上を他の国道と重複している路線がある。 徴用する路線の数は必ずしも2本の路線とは限らず3本や4本が徴用している区間もある。その場所の自治体によっては路線番号ごとの国道標識を設置している場合もあるが一般には路線番号が最も小さい路線の国道標識だけを設置しているところがほとんどである。国道の標識をその形状からおにぎりと呼ぶことがある。 国道愛好家の間では、寄生中国道と呼ばれたりしている。使用例。ありがとうございます。